さあそれでは古畑に曲を発表してもらいたいと思います。ミーシャさんの会いたくて今です。それでは対する横山でございますけども、大塚愛さんの金魚花火です。うわーしっぽりきますね。初めて出会った日のことを覚えてますか。うまいよ。空を見上げた今はそこで私を見守っているの。教えて今言いたいあなた。平歌とサビの張り方が全然違うんですよ、はい、だから出だしはウィスパーって言って、はい、囁くような感じで語りかけるような歌うんですね、はい、それですごいなと思ったのは俺らも使うテクなんだけど、はい、マイクをオンにしてブレス入れるんですよ、はい、で、はい、わざと、はい、って入れるんですよ、そうするとねたまんないんですよ聴いてる人が。ブレス入れたんかこれわざと。おいサウンドを持ってるんだよこの子。サウンド 音に強いっていうか、うん、だからいろんなことができるの。すごいよ音楽を知ってるっていうかね。心に泳ぐ金魚は恋しい思いを募らせて真っ赤に染まり実らぬ思いを知りながらそれでもそばにいたいと願ったの。夏の匂い雨の中でポタポタ落ちる金魚花火瞳で目が膨らんで一瞬映るはあなたの高橋さんいかがでしたか。ピッチはすごいですよ、うん、僕うんと押したの1回だけなんですけど逆を言えば、うん、そこしかないんです。そのアフタービートで詞を後ろからこう置く歌なんですよ。また上手なんですよ。確かに男がちょっと好きそうな歌い方でしたね。いやそういうことちょっと待って。俺のコメントだとそれ嫌だちょっと黙ってきますまあ、ジョージ君のフォローすると後ろに持ってくるっていうのは、うん、あれ言葉が先に来ちゃうとね、うん、ちょっと軽くなっちゃうんですストーリーが、うん、溜めて歌うからこそねなんかこうゾクゾクっとこう、うん、胸キュンする。面白かったですもんね。この対戦勝つのは古畑か横山か。古畑古畑